はい、今日は鈴鹿サーキットに来てます。鈴鹿サーキットで新しいロータス3台を試乗するんですけども、なんとですね、昨日の台風の影響で西コースがダメになっちゃいました。西コースが走れないんですけども、東コースのみ、SG の区間のみで、ロータスの、まあ、新しいロータスの走りの味を見てみたいと思います。エンジンそのものは変わってないんですけども、軽量化ですね。軽量化がより進み、まあ、ロータスの 2.5 の本来の軽さ、入るこの動きはね、やっぱミドシップですね。このね、オンとオフでのこの姿勢の変わり方、ここを本当にうまく使うと速く走れますね。まあ旋回スピードが全然速いわね。柔らかいって嫌だっていう人もいるんですけど、これグリップしてるからロールするんで、このロールの速度はドライバーの、まあ、技量ですね。そのロールの量もドライバーの腕でコントロールできますね。まあさすが後ろに重いエンジン積んでますから、こうタックイン巻き込み現象出るんですけど、まあ、そこでアクセルをちょっと加速方向に踏んで、アクセルを踏んで加速方向にしてあげれば、もう姿勢はスッとこう後ろが下がって安定するっていうね。やっぱりね、東コースだと次から次へ来ますね。トルクがドカーンと押し出すもんね。